吉沢亮が、フジテレビで10月にスタートする、ティク小児集中治療室、課題、で、月9ドラマ初出演にして初主演を飾ることが分かった。大河ドラマ、青天を衝け、2019、以来となる連続ドラマ主演を果たす同作で、自身初となる医師を演じる。タイトルにある、ティク、とは、ペディアトリック・インテンシブ・ケア・ユニット、の略称で、小児専門の集中治療室のこと。高度かつ集中した治療が必要とされる、およそ15歳以下の子供を対象にした、いわば、子供のための ICU、だ。ティクでは、小児集中治療を専門とする医師や看護師が各専門分野の医療スタッフと連携し、搬送のタイムリミットと戦いながら、重篤な子供の尊い命を救うため、命がけで治療に当たっている、観察医朝顔シリーズのスタッフが制作する本作の舞台は、広大ゆえに搬送までに長時間を要することがあり、大規模なティクの運営は極めて困難、と言われてきた北海道。駆け出しの小児科医が、先輩医師と共に、どんな子供でも受け入れられるピクを作るため、1秒でも早くピクに搬送できる医療用ジェット機の運用を可能にするため、奔走する姿を描く。バル、吉沢が演じるのは、北海道で生まれ育った27歳の小児科医、四股田武四郎、四股田武四郎。幼い頃に父を亡くし、母、南と二人で暮らしている。母思いで料理上手、家事全般もそつなくこなす優しい性格だが、大事な場面で不器用さを発揮することも、実家から通える病院であれば何かでもいい、と考え、小児科医になった経緯がある。駆け出し医師である武四郎はある日、勤務先の病院に新設されたピクに移動することになり、日本各地でピクの整備を推し進めてきた小児集中治療のパイオニア、上野元と出会う。彼は、日本一広大な自然を相手に、医療用ジェット機を運用した日本屈指のピクを作る、という、最後の大仕事を成し遂げるため、東京からはるばるやってきた。しかし、立ち上げたばかりのピクは圧倒的な人材不足で、休館を受け入れられる状態ではなかった。ある日、稚内市の病院から連絡が入り、発症から4時間経過した少女が運び込まれてくる。不器用で純朴、泣き虫で未熟な武四郎は、子供たちの生死を分ける、ピクの過酷な現実と直面する。吉沢は、命とどう向き合うか、人の死から何を学ぶのか、そんなシンプルでありとても深い、普遍的なテーマに何の小細工もなく真正面から向き合う作品になると思います。人の命を救うのは神様でもスーパーマンでもない。救う側の人間としての未熟さ、葛藤などを丁寧に書ければ、と意気込む。個人的に子供の頃から、野球といえばイチロー、ドラマといえば月9、ってくらいを馴染み感があるものだと勝手に思ってましたので、その主演をやらせていただけるっていうのはもう、ありがとうございます、と喜びを明かした。